白山は、富山県高岡市にある標高258.9メートルの山。二条丘陵に属し、二条山の西側に位置する。高岡市で三番目に高い山である。二等三角点が設置されている。城山の山頂公園。ゴールデンウィークには、鮮やかなピンクの八重桜で彩られる。城山山頂から高岡の町を見守る平和観音像。台座には、 国体寺の稲葉神殿館長による時効の文字が刻まれている。山頂からは、富山湾や高岡市と氷見市の市街地や小矢部川の蛇行が眺望でき、夜景も素晴らしい。山頂周辺は、城山公園として整備されており、ゴールデンウィークの時期には、八重桜が咲く桜の名所となっているほか、1970年に高岡市政80周年を記念して建立された。 平和観音像がある。ラジオ、高岡の送信書の他に、富山県内の各テレビ局の中継局やが設置されていたが、アナログ放送終了に伴い廃止されている。城山の名は、かつて山頂に森山城があったことに由来する。森山城は、江戸時代に入る頃に廃城となったが、城石にある、戦場時期と呼ばれる石畳や、近辺の二の丸などの地名に、 現在も山城の名残が残っている。ありがとうございます。